寝ても大宮、冷めても大宮、キャンプでコンビトーク。はい、本日は串引選手と奥貫選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。まずは串引選手、まあ、新シーズンがスタートして、1週間以上経ってキャンプも始まりましたけども、コンディションの方はいかがですか？めちゃめちゃきついです。あ、練習きつい。はい、結構こう時間はコンパクトだけども、それなりに強度が高い。これから徐々にって感じですけど、それにしては朝起きた時に疲労感がやばいですね。はい、今までのキャンプでも経験がない感じ？いや、そんなことはないんですよ。でもキャンプはこんなもんかなっていう感じで。まあまあ、ね、はい、感じの方はどうですか？そうですね、僕もクシ君と同じなんですけど、きついですね。まだ若くて4年目、4回目のキャンプだと思いますけど、はい、やっぱり過去のキャンプよりかはきつい？そうですね。はい、考えたな。ちょっとクッシーの方にはちょっといろいろと質問が来てまして、クッシーの方から。俺にだけ、ごめん。感じで感じも、ね、がちょっと露骨に出ちゃった。背番号20番を選んだ理由を教えてほしい。子供が10月2日生まれなんですけど、空いてる番号ってバーって言われて、で、あ、ちょうど逆にしたら20かなと思って。あ、はい、それが理由。それが理由です。大宮に戻ってくることがまあ決まって、一番最初に連絡した大宮に在籍している選手って誰でした？川面とか連絡してましたけど、うん、あとまあ河野さんとか美香さんとか。あれ結構で年上という、うん、漢字言ったっけ？漢字に言うの？言いましたよ、来ましたよ。あ、そう、はい、言った。え、マジっすか？言ったっけ？試合前にこう聞く曲とか、試合に向かってのルーティーンって何かありますか？僕なんもないっす。なんもない。ピッチに左足から入るとか、はい、そういうのも、なんかそういうの結構みんなやってたんで、うん、なんか自分も作った方がいいのかなと思って左足から入るってやってたんですけど、うん、なんか左足から入っても右足から入ってもプレー変わんねえなと思って、プレー良くなるんだったらやろうかなと思って、別に変わんないんで。僕は右足から入ってます。ああ、そうなんだ。はい、左足じゃなくて右足。ちょっと癖強い。だいたい左足とか。そうなんです、なんか利き足が右なんで。串引きオーレっていうちゃんと、はい、が、まあ、あるそうで、それはまあ大宮でもちゃんと歌ってほしいですかみたいな。あ、本当ですか。いや、前半年大宮行った時、うん、ちゃんと作ってもらえなかったんで、なんか畑尾くんとかは、うん、俺はもう結構すぐできたよねって言われて、なんか俺全然できないなと思ってたんですけど、もし作ってくれるんだったら、まあ、何でも嬉しいですね。あ、まあね、そう、まあ、ちょっと今状況的にこうちゃんとがね歌えない状況とかあるので、はい、まあ、本当そういう風に声出して応援できるような日が来れば、ぜひちょっと串引選手もちゃんともお願いします。ちなみに漢字は自分のちゃんとっていうのがどんなのかっていうのは。ああ、わかります。はい、どんなの？どんなの？ララ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 ラフヌキゴールですね。ああ、はい、あ、そうね。じゃあちょっとそこ聞いてるんで。ちゃんと大丈夫、覚えてるね。はい、あ、聞いてるんで。まあ2人がすごく仲がいいっていうところで、まあ、どれだけ、お互いのことを知ってるかなっていうところで、ちょっとクイズを出したいと思います。じゃあ2019シーズン、クッシーは漢字の背番号を、漢字はクッシーの背番号を書いてください。ああ、もうこれ簡単っすよ。せーの、オープン。え？2019年って俺と一緒にいた時っすよ。あ、19年19年。そうそうそう、まあ、違うの。でもどの道だとしても俺分かんねえ。マジっすか。ちょっと、あ、じゃあ11番のイメージは強いっていう。強い強い。あ、じゃあ去年じゃあ漢字は答えを口で言ってください。その45番ですね。じゃあクシのあれで漢字の2019年の時の答えを。これは漢字の背番号を言って。あ、僕の背番号です。正解を教えてください。33番です。ああ、33だ。全然そんな記憶がなかった。そうだ、言われてみたら。じゃあちょっと第2問目に行きたいと思います。これちょっと難しいかな。はい、じゃあ2人が一緒にプレーした2019シーズン、漢字はクッシーが得点を決めた試合の相手、クッシーは漢字が得点を決めた試合の相手を、それぞれちょっと書いてみます。せーの、オープン。はい、ドン。あーっと、あ、そうだね、
福岡じゃなかった、長崎だったよね。あれ福岡決めなかった、福岡県行けないけど、じゃあ次行きましょう、すみません、長い時に行きましょう。ああ、感じは正解、菅野やっぱあの試合は、いや、合ってるね、覚えてるんだな、こうやってやってたんで、ゆりかご、ゆりかご、ゆりかごダンスしたんで。そしたらじゃあちょっと次の問題は、じゃあお互いの名前をフルネームで書けますか、漢字で。これ多分お互い難しいかなと思ってちょっと選んで、想像で書いてみる、大体こんなんかなみたいな。いやもうこれやばいっすね。いやもうそれはもう大丈夫。せーの、オープン。あーでもどう、あじゃあちょっとクッシーの方が寄せでちょっとじゃあ、そうだ、ちょっと もう抜きが完全にね、ちょっと違う、抜きは違いますけどね、抜きはどっち、変にともの、そっちなんだ、はい、ちょっとふざけてんじゃん、危ない、手が震えちゃった、クシーのクシーがちょっとわかんない、いやもうそことかじゃないよ、下の名前も全然違うのよ、カズキじゃなかったし、カズキはカズキだけど全然違うカズキなのよ、ちょっとわかんないですね。ああ、難しいですね。カズキってどういうことか。ちょっとそれはショックだわ。しかも結構なんか難しいカズキ。一だ。一二。あの輝くんか。違うけど。あれなんだっけ。どれだけ輝かせたいの。伊藤編よ。伊藤編のやつよ。ああ。わかる。己って書いてる。伊藤編。そう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 。それか。じゃあ一応ではこのクイズはもうこれで終了します。はい、全問正解だったじゃあ、まあ、あの2人はファンフェスで結構こう歌の、まあ、ステージで歌のパートとかも出てましたけど、カラオケとかはよく行ってたりはするんですか。僕は奥さんと結構行くことはありますね。カンジ君は。僕はそうですね、まあ、友達とかあと笹生とも行くことはありますね。その時によく歌う曲っていうのは、クッシーは、なんですかね、ミスチルの花火とかしか歌わないですか。あ、やっぱり、じゃあ、じゃあ2019年のファンフェスとかも、はい、もうお箱の曲が来たから、お箱っていうか歌える曲が花火しかない。花火だけもひたすら花火歌ってる。はい、あ、じゃあもうあそこも条件反射でちょっと感じからこう奪い取っちゃったっていうか、こう、そうですね、これは俺が歌わなきゃ誰が歌わないか、浦井さんか俺かみたいな感じ。ああなるほどなるほど、じゃあそういうことだったんだね。わかりました。まあちょっとあのサポーターからも結構こう今年勝った時にお立ち台でちょっと一曲歌ってほしいみたいなリクエストちょっと、きついな。きついよな。まあまあもしもね、マンオブダマッチに輝いてちょっとなんか機会があれば、ちょっと温めておいて、その時はちょっともしかしたら場内放送であの花火を流すかもしれない。じゃあちょっともうね、長くお話ししていただいたので、最後にこう一人ずつファン、サポーターへのメッセージをじゃあクッシーからお願いします。はい、今年は幹事より点をたくさん決めてチームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくす。じゃあ幹事もお願いします。そうですね、まあ、クッシー君にも負けないのも当然ですけど、まあ、2桁ゴール目指して頑張りたいなと思います。はい、じゃあ本日は、くしみき選手と奥貫選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でしょ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。